ついにやってきた運命の日。ギタニック最高。あ、アッキー入っちゃった。応援してます。日本武道館にはその瞬間を見届けようと多くのファンが詰めかけていた。エントリー総数48,000。 Z 世代の才能が集結した空前のオーディション、アイコン Z。 史上最高と言っていいほど逸材のもう宝庫。 Z 世代のパワーを感じます。夢をかけ、人生をかけた挑戦。そして19人の原石たちが狭き門を突破した。デビューを勝ち取るのか、それとも途中で不合格となるのか、運命共同体になります。俺らで行くぞっていう、この仲間たちと夢をつかむ。その先に待ち受けるのは栄光か悔し涙か。本当に分かった。3つのグループが今夜ついに最終決戦を迎える。キッドマティック、大軸選手、クルーナーズ。もう自分のやってきたことを信じ、努力してきたよ、死ぬほどやったよ俺ら。 D&D ゴー。夢への扉を開くのは果たしてどのグループなのか。ウィナー、田崎隆博。数々のスターを生んできた大舞台、日本武道館。今宵ここから新たな伝説が始まる。 Z 世代のドリーマーたちよ、新時代を切り開け、アイコン Z ファイナルステージ。アイコン Z 2022 Dreams for Children 最終決戦、日本武道館のステージに上がるのは19名、3つのグループ。イルリーグ、中村達弘、岩木瀬奈、山田光大、岡尾マトラ、桃田ハイマ、南波空。キッドマティック、遠藤翼、中村葵、佐藤重虎、岡尾琥珀、佐藤俊之介、川口相馬、山本浩太、鈴木瑠衣、桃田ハイマ。クルーナーズ、ギレルメ正幸、トマジ西村、マーク・エイロン、石川浩太、靴野博人、それ松圭介、遠藤翼。2022 5.21 アイコン Z ファイナルステージ in 武道館、ここに開幕。リルリーグのモットーは、あえてこのグループチームたちにしっかりとパフォーマンスを使っていただいて、見る人を笑顔にさせるパフォーマンスと、それを支えるチームワーク。中学生と高校生、
年齢も身長もデコボコのグループ。ご紹介済みました。ご紹介もう一回しますか。そうですね、お伺いしましょうか。はい、あ、どうぞ。結成当初は戸惑いもあった。でも年の差を気にせず意見をぶつけ合ってきた。え、これでも一応最年長よ。兄弟のようなその仲の良さは今や最大の武器に。おいしい。まあ実はですね、リルリーグ5年後ドームツアーするんですよ。録音しときたいね、それ。夢を語り合った仲間。半年前はライバルだった。今は共に夢を追う。将来をその手につかむ挑戦。リルリーグ、いざ出陣。まず自分たちが楽しんで、お客さんを楽しませて、バチバチにいきましょう。レッツゴー！リルボーイ！将来をこの手につかむ挑戦。高まったエモーション、呼ばれたリルリーグ、笑顔でチーズ、ぬかみ絶好調。後ろ向いてたらコースアウト、 yeah, yeah. 後ろ越えてくよボーダー、 yeah, yeah. 君を連れてオキドキご機嫌、たまに踏む土地でもイメージファイオ次元。バンデイも楽しんで、チケット先だけど一緒に確かめる Everyday I'll